落ちてる。いきます。ポップアイディープレゼンツ、ピグのアイデアブック。さあ始まりました、ピグのアイデアブック。 MC のエンターユートです。よろしくお願いします。イエーイ。そして本日出演するメンバーはバン、自己紹介をお願いいたします。はい、オタクのみんな、いくよ。はるなぬはー。はい、ピンク色担当、はるなんなんこと木村はるなです。選抜メンバーとです。よろしくお願いします。イエーイ。ほい。はい、私がせーのせーのって言ったら、みんなで一緒にピースって言ってください。お願いします。明日も平和に行きましょう。せーの、ピース。ありがとうございます。アスピスこと藤井明日香です。ピグ選抜メンバーです。よろしくお願いします。イエーイ。さあ、この番組は大阪日本橋にあるアイドル育成型カフェ、ポップ ID カフェの2階、ポップ ID ステージの2て公開生放送でお送りするアイドル育成型番組です。イエーイ。さあ、本日は春なんなんというお久のメンバーも。はい、お久しぶりです。さあ、じゃあコメントでお久しぶりです。お久しぶりです。覚えてますか？覚えてるよ。春なんなんですよ。春なんなんだよ。ピグで一番可愛いと有名な春なんなん。そうです、その通りです。うー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 うアシピスも久しぶりですよ。そう、なんか最近アシピス忙しかったんです。あらあら、忙しかったんです。なんかアシピスは最近も出てくれた気が。あれ、いつですか？あ、でも先週。ほら、結構前。だから春なんなんもっと前やな。はい。そうですね。10ヶ月ぐらい前。絶対ない。嘘ついた、嘘ついた。10ヶ月も前、おらんし。ライブも。あ、お客様がね。オタクが。オタクが。ハート飛ばしてくれてます。よかったね、お席の方についていただいて。みりんだよ。みりんだよ。みりんちゃんですね。はい。ミニちゃんもね、アイドルブック出たいと言ってたんですが、頭がいいんでね。そうですよ、ミニちゃんは頭いいから出たらダメ。どういうこと？出ちゃダメ。さあ、最近のアイドルブックでは、はい、はい、まあ、11月末に行われるイベント、はい、ポップ ID カフェイベント、はい、期末テストの、はい、ついてね、いろいろとやっています。まあ、期末テストの範囲、まあ、国語、数学、理科、社会、英語という中学校1年生。そんなやるんですか？全科目。中学校1年生の国語、数学、理科、社会、英語の。中学生？うん、中学1年生。私、英語ね。え、そんな余裕じゃないですか？中学1年生の英語、私ね、5段階中5やったんですよ。お、すごい。余裕ですもん。まあ、だからですね、まあ、期末テスト、中学1年生の問題ですと言うと、まあ、やっぱり、ああ、中1か。余裕。掘ってするメンバーもいれば、え、中 1? え、ん、いけるみたいな。できれば、メンバーもいるわけなのでございます。そしてですね、まあもちろん、オタク。まあもちろん、オタク。カフェコ研究生選抜全員参加するわけでございますが、はい、順位をもちろん決めさせていただき、はい、もういや。そしてですね、下位4名にはまあ恐ろしい罰ゲームが。変な汗かいてきました、もう。それが望みです。変な汗かいてきた。下位。下位4名。下位4名が分からないかな。下位っていうのはこういう字です。あ、こういう字。ああ、下から4名。ワースト4名。はい。で、4名が危うい、まあ、罰ゲーム、はい、やるわけですが、まずは最初のコーナーに行きたいと思います。はい、はい、最初のコーナーはこれだ。トークのイマジネーション。勉強しないんですか？トークのイマジネーション。はい。私勉強しに来たんですよ。勉強もします。落ち着きなさい。トークの勉強ってことですか？誰が60分間女の子が勉強する動画流しますか？いいじゃないですか。こら、お客様満足度考えろ。お客様満足しますよ。満足 される方はい。お、あ、ほらほらほら、おっと、3分の1。いや、満足、惜しいのに満足しないっていう方もいらっしゃるんでね。それは何かあるってことでしょう。そんなことないですよ。もしかしたらビンタを回しのぞみ。もうそのネタやりましょう。ビンタキャラ。ちょっと口が進みましたね。さあ、期末テスト。ちょっと前髪気になる。まあ、春菜に話すのは初めてかもしれません。初めてです。
期末テスト、中学校1年生の国語、数学、理科、社会、英語のテストですね、皆さんには受けていただき、はい、カフェコからピグ選抜の15名かな、今、はい、ちょうどに受けていただき、はい、下位4名には罰ゲーム、はい、なんで下4人も入れるんですか。面白いからですよね。だって、うん、罰ゲームは、あれなんだ、何がしてますか。わかんない、あれ知らないです。ちなみにね、前回の昨年の期末テストの罰ゲームはブルマでみたいな。あー、そうですね。おいや、絶対や。で、まあ踊ってみたみたいな、そんな感じかな。まあ、ブルマでの罰ゲームですが、今回は、まあ、ブルマが嫌という意見があまりにも多々、はい、メンバーの方から寄せられたため、僕がではしゃあない、仕方ないと。私ブルマでいいって言いましたよ。ということで、下位4名の方には、お化け屋敷の方にロケに、ブルマの方がいい、お化け屋敷ロケに行っていただきたいと思います。イエーイ、イエーイ。さあ、おっちゃんがわめく姿が見れるという、まあ、貴重な映像にはなるんじゃないですか。嬉しくないですよね。嬉しいですよね。おっちゃんには笑っててほしいですよね。おっちゃんの、いや、これはもう名前だ、ゼロセンさん、あのですねおっちゃんが笑顔とかじゃない、売れていく今後のため、お化け屋敷ロケは これから絶対出てくる。だホラーとアイドル、やっぱつきものっていうね。え、うん、どんなのですか。え、何それ。いや、でもそうですよね、多分アイドルに詳しい方は絶対に桃色クローバーさんとか、AKB さんも見た、見た、ね、見ました、一緒にね、見ましたよね見たね、みんなで見ました。選抜メンバーでね、お泊まりして見たんですよ、うん、そうなんですよ。あったでしょホラーとアイドルはやっぱりもう、でもこれ4、15人いるでしょ、うん、そのうちの下から4番に入らんかったらいかへんでいいってことやで。まあ、そういうことですけどね、ハンナだからお化け屋敷嫌いやけど、全然なんか、あ、そっかって。そうですね、まあ、中1の頃から前評判的にも、まあ、春菜なんとかもう頭がいいです。まあ、ちょっと脳に欠陥はありますが欠陥脳に欠陥はあるけど、頭いいんですよ。頭いいから、あの去年も受けたんですけど、良かったんですよ。まあ、でもなんか、うん、上からナンバー、島間のことをなんか、なんでそんなふわふわしてるんですか。ここにしましょう。島間のことをなんか、まあ、間違えてたような気がするんですけど、ちょっと島間ちょっと思いつかなかった。なんか島ゼラみたいな。じゃあポニーしましまって書きました。馬、しましまの馬やから、英語って後ろにするじゃないですか、なんでも後ろと前逆やから、しましまポニーをポニーしましまにした。賢い。さよなら。しましまが日本語っていうことに気づいてない時点でおかしいんですよ。ゼブラですよね。ストライプ、うん、どうや、はい、どうや、ストライプ。あ、まあじゃあ自信満々ということで、あすかちゃんもね、お化け屋敷をね、中1、僕がツイッターで、あのお化け屋敷罰ゲーム決定ですって言った時に、まあおバカな3人が、皆さんも見てる反応を見てたかもしれませんが、あれか、あすか、アムル、モモカ、胸キュン少女ポップで、胸キュン少女、おバカキュン少女私でも胸キュン少女の中では絶対一番賢いですってね、みんな言うんですよね。ももかちゃん、最下位そう。そんな人か言わんとってください、ね。50ポヤポ。ももかちゃんはもう前評判で、ももかは確実に入るな、みたいな。まず頭数に入れられる。絶対思う。絶対ももか入る。で、アムルちゃんも、おバカが多分カフェを利用されてる方はもう露呈してるのか。そうですね。ただ、目撃されてると思います。でね、アスカちゃんにはね、問題あんまり出した覚えがないんで。そうです。一度も出してもらったことないです。だからどんなもんなんかなっていう、はい、現役高校生って頭ずっと働いてるじゃないですか。そうですよ、毎日。そうやな、毎日ね、300分勉強してますよ。300分勉強してるけれども、残り2時間ぐらいやってます。してるけれども居残り 2,3 時間やって、昨日日が暮れるまでずるいよね。でも現役高校生のみりんちゃんとは差が開いてしまってるのはなぜそれはみりんちゃんはもっと真面目やから。言い訳をしない。あ、怖い怖いよ。ミニちゃんは集中力があって、うん、しっかりそう、人間ですからみんなあるよ、それは。まあ、居残りってどういうこと、そのやむを得ず居残りなのか、それともサボってて居残りなのか。サボっててですさようなら。あの、でも、今日は自ら先生に、まあまあ、朝日、朝日、あの、お化け屋敷 の、 あの場所と時間だけ教えるから、また後で。あ、今下落ちましたよ。聞きましたか、お客様。あの反抗期かな。ゆうたさんのせいでブラックのアスピスがどんどん出てくるんですよ。人のせいにしない
でもあすかちゃんは確かにね、なんか僕のこと嫌いになりつつあるんですよ。そうなんですよ、ゆうとさん嫌いキャラなんですよ。キャラって言ってる時点でもうね、潰れてしまってるんですよ、うん、ゆうとさん嫌いなんですよねえ、あ、だるま。いやでもね、あれよ、お化け屋敷って言ったら僕じゃないですかね。どれですか？ゆのちゃんとみりんちゃん。うん、それは怒ってます。あ、でもゆのもみりんもなんか絶対自分さ、おバカじゃないからさ、うん、やるよ、やからやろ。だからお化け屋敷おもろいやん、お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 まかったやんみたいな話になって、あ、そうか、じゃあお化け屋敷をワンクッションに置き、お化け屋敷4人連れて行きまして、で、そこでお化け屋敷に行き、まあ、悲鳴を上げず、なおかつ早く帰ってきた人から順位付けしていき、あ、それは最下位、一番ベペはブルマ。ブルマもするんですか？私、うん、私陸上部やから、陸上部やったから速さには自信があるんですよ。ちなみにね、あのお化け屋敷では走ってはいけませんという注意書きがありましたので、早歩、競歩もメニューでやってたんですよ、うん、おお、練習メニューに競歩もあったんで。じゃあお化け屋敷の時は徒歩で、強そうやね、競歩すねた。でもね、これはね、逆に言う言うと、うん、お化け屋敷にやった方が得なんですよ。なんでですか？まあね、うん、アイドル的には美味しいと思ってますよ。そう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 、美味しいか、ピックアップされるわけですから、うん、一番面白くなるのは凡人です。でもね、私はね、僕はもう凡人になるということが全てにおいての罰ゲームやと思ってます凡人になってしまうことが。実はブルマはいいと思ってます。ブルマの方がいい？ブルマはいいと思ってます。でもアスピスまだ16歳なんですよ、うん、それはよろしくないかなと思ってるんです。何がよろしくないの？ね、16歳やから。それは逆にケイカリンとかミクロッピーが吐く方がちょっとあの世界が終わるんちゃう？世界が終わるってことですか？想像できへん。彼女たちの世界が終わってしまうんちゃう？想像できひんわ、うん、ジャージじゃダメですかね？ダメですよね、普段着てるやん罰ゲームちゃうわ。帰りがけ、あのジャージ姿で食べ歩きしながらお疲れ様ですって帰っていくっていう、うん、いつもそんな感じですよね。うん、で、でもね、時々あのコピッツさんにね、ばったり会ってしまうっていう気まずいことに、ね、なるんですよ。そうですね、ご飯も食べちゃったりして気まずい。春菜々は5教科でこれちょっと苦手とかはありますか？うん、社会と数学と理科。まあまあ多いなまあまあ多いな。国語が得意です、とりあえず。国語得意です。国語が得意です。いやー、まあ春菜々と国語、私この前古典で平均点より20点高かったんです。まあなんか古典、古典、古典じゃないの？古典、古典、どちらでもいいっす。まあでもなんか偉い人が言ってたのは、100点じゃなかったら99点も0点も一緒やと。え、誰が言ってたんですか？絶対違う。誰か1位じゃなかったら2位もベベも一緒やと。はっていう。はぁ、お、ダークアスピスが出てきました、そろそろ私の両親の教育方法は、うん、一番じゃなくてもいいねん、でも一番下とかにはならないように、ちょっとだけでもその人並みになれるように頑張ろうって言ってくれる。それがそうじゃないんですか？まあでもそれはもうアスカちゃんのね、あの藤井家のあの食卓の、ね、そうですね、藤井家の食卓、うん藤井家の教訓、教訓、平和そうよね、確かに。野球見ながらアホなことばっかり言ってますよね。アホなことばっかり言ってる野球見ながらアホなこと言ってるのはなかなか想像できないですよ、うん、でも、春菜のじゃあちょっとやばいんじゃん、3教科もやったら。いや、ケイカリとかあるへんね、ケイカリも2教科はいける、数学と理科は任せてみたいな。あのねー、いやでもやっぱ賢いけると思います。思いますよ。やってないか分からないですもんね。はい、うん、本当に。いやでもそのテストを作りまして、今国語と数学が完成してまして。ゆうとさんが作ってるんですか？はい、ゆうとさん頭いいんですか？全然もう僕はおばか。ゆうとさんも受けてくださいよ。いや僕は受けたらあかん。でも中1でしょ？うん、中1。中1とかだって全然難しいのやってなくない？そうっすよ。全然全然。だから小学生が応用でやる問題やからね、言うたら。小学6年生が取り組んでる問題や、言うたら。いや、私中1の頃めっちゃ賢かったん。私も、小6まで賢かった。じゃあ、いけるって、いけるって、いけるって。中1でやられたパターンよ。ガクンと。ガクンとね。てなわけで、コメントの方行きたいと思います。はいよ。まあ、だいぶ、いろいろと終わったので、だいぶ、コメントが消えていますが、ちょいむらさんが、けいかちゃん世界一可愛い、かれんだよ、かれんだよ、かれん、
けいかちゃん世界一カレーな、あのね、今あのアットジャムザフィールドっていうイベントに挑戦していまして、まあ1人コメント50コメントまでね、ポイントに反映されますので、はい、皆さんねコメントがたくさん来ていただいてるんですが、まあその、ありがたいんですがコメントが消えていくと。お星様もよろしくお願いします。よろしくお願いします。絶対ね5位までに入って、あのねちょこちょこ行きたいです。目に見え、あの見えてたんですけど、あのだるまとかハートとか、うん、投げてくださってる方ありがとうございます。そう、それがすごいポイント高いのですごい嬉しいんです。てっちゃんさんがねハートとのだるまを100個ずつくれてます。ありがとう。で、イーユンソクさんもね、ハート100個、ユンソクさん、ハートありがとうございます。で、赤い彗星のシャートリサさんもね、100個、ハートハート100個くれてます、ありがとうございます。ありがとうございます。本当にありがとうございます。いや、ありがたいですね。全体でよろしくお願いします。お願いします。で、3位からね、4位に落ちちゃったんですよね。ね、4位まで、あと3位までね、あと5万7802ポイント。頑張ろう。これあと5万切ったらなんかする2人。今回の放送で5万ポイント切ったら2人で何かする。ハイテンションストラバしますか。逃げるやりたいだけやろそれ。そうです。じゃあアイドロイドやりますか。何を歌うんですか。いや何でもいいけど、まあ、アスカちゃんの愛の告白とかしとく。それはちょっとやめておきましょう、うん、いいよ。アスピスのでもそれ私が受ける。愛の告白かあのアスカちゃんの罵倒とか。なんで罵倒。罵倒って何ですか。クソだみたいな。なんかそれもうだんだんポピスさんが怪しい、おかしい。ブラックアスピスを出そうとしてる。いやでもね、僕はポピスさんに聞いたとこ、あのね、あのあちらの左側にいらっしゃるお客さんはビンタされたいと言ってたでしょ、うん、でもあのどうなんですか、ビンタってどうなんですかって聞いたら悪くはないよねみたいな。おっしゃるみたいな。なんでですか。悪くはないよねみたいな。全員に10回ずつビンタしてきた。いや、されたくはないけど、されても別にまあ悪くはないよねって言ってたから。私はハイタッチきつい人なんですよ。ハイタッチだけで許してほしいんです。いや、ハイタッチだけじゃちょっともう辛抱足らんな。それをほっぺたにってことですか、うん、ハイタッチをほっぺたに。なんでうなずいてるんですか。なんでうなずくんですか。おかしいよ。まあね、罵倒、あのコメントで罵倒くださいの後に罵倒はいらんっていう。いろいろね、やっぱり人間だなっていう。人間だな、うん、アシュピシュの告白、アシュピシュの罵倒。お、アシュピシュの告白、アシュピシュの罵倒。ブラックピス。ド M が喜ぶ。クマ。クマもなった。あ、ありがとうございます。やったー。クマ。これですね。クマ。クマ。てっちゃんさんが。ありがとう。クマいただきました。ありがとうございます。クマ。クマケチャ。クマケチャ。じゃあ、そろそろ。さあ、そろそろ。私がなんで進行してる。問題の方に。はい、お願いします。あ、てっちゃんさんがね、最後にハート500個受け取って。これはあれやね、なんか5万切ったらちょっとなんかやらなあかんね。そうっすね。5万ポイント切ったらじゃあアスカちゃんの告白動画やりたいと思います。私なんですか。だって春菜さんの方が燃える。春菜さんはやったんよもう、うん、私もやりました。やってないやってない。あのマンゴーラッシーでやりました。それは関係ないから。そうなんや、関係ないからそれは。はい、ということで次のコーナーに行きたいと思います。はい、期末テスト対策、これが最後の希望だ。イエーイ。さあ、ね、アイドルボック先ほども説明しましたが、11月末に行われる期末テストがピンチの、メンバーのためにですね、はい、まあ、救済処置を、はい、このコーナーでやっていこうということで、はい、まあ、いろいろと問題を出し、はい、メンバーには勉強していただこうと思っております。よっしゃ。今回は勉強していただくのは社会でございます。おっしゃ。中1の社会は楽勝ですよ。あ、ちゃうわ、私中2やん。中二の社会や。アスピスが見せたことの表情をしてました今。すごい、あのなんかすごい苦そうな顔してた。苦そうやった。歴史のね。見たことなかったな。歴史の縄文時代がめっちゃ得意なんですよ。あのね、告白動画の中にもね、罵倒動画もお願いしますっていうのがちょっとそろっと入ってますがコメントで。まあそれも考えておきましょう。アスピスは純粋キャラやからそういうことしちゃダメ。まあ、キャラって言ってたから自分でキャラって言ったらもう純粋じゃなくなっちゃうから。ということで中学校1年生の社会の範囲、はい、まあ、あのね、いろいろ考えたんですが、はい、あまりにもおバカすぎる子がいるので、はい、まあ、頭いい子に合わせてしまうと
だ最初僕ね、だってあの中学校の名門、灘中学、はい、何やってるんですかの問題とか出してみたろうかなと思ったんですけど、無理に決まってるじゃないですか。無理やなこれと思って、だからもう中学校1年生の一般的な問題をね、はい、出していこうと思ったんですが、それですら答えれない。まあ下のカフェの予定表あるでしょ、スケジュール10月、はい、月間スケジュールっていうところの横にアムルモモカのあのもうあの回答がね、晒し上げられてるんですが、一回カフェにね、来られた方はね、ちょっとスケジュール見るついでにでもね、右の方パッと見ていただいたら、アムルちゃん、なんかね、絵を描いてるんですね、まず、はい、問題なのに、おかしいでしょ、その人に。で、あれ、自分何してんのみたいな、問題書きやみたいなやったら、絵ぐらい描かせてくださいや。前代未聞、うん、ちょっと逆に怒られるっていう、絵も描かせてくれの自分みたいな感じだったけど、で、漢字がね、弱いかな、多分。ああ、私漢字めっちゃ得意です。まああの、中地社会を思い出すと地理、はい、地理都道府県をね、中心的にやってもらごらんって言ってるんですが、まあ四国が出へんかったりね、九州にあの福島が来たりとか、うん、いろいろ都道府県がめちゃくちゃでね。ちなみに、はい、九州地方は県が何個ありますか、アスカちゃん。はい、7つ。ブー。え、嘘やん。え、はい、じゃあ原奈々子、どうぞ。福岡、熊本、あ、まだ言わないよ、うん、はい、あれなんなん5個ぐらい。さよなら。分からへん、何個やろ。九州やけど7つやでって教えてもらえん。ええ、ちょっと待って、俺も怪しくなってきたんですけど。え、九州って7つ。いきますよ、いきますよ、いきますよ。福岡、大分、佐賀、長崎、熊本、宮崎、鹿児島、沖縄。沖縄は沖縄地方です。はい、これやばいですね、俺。何やってるの？何やってるの？中学校の範囲は楽勝なんですって。中学校ですけどね。え、違いますよ、私小4で全部覚えましたよ。あ、そうか、アスピス、都道府県は強いって言ってたか。はい。じゃあ四国を4つ言ってください。はい、徳島、愛媛、高知、待って、香川。はい、OK。 ね、違います。ヒントはなしでお願いします。え、ヒント言いましたか。え、嘘やん、私聞いてませんでした。ほんまに聞いてませんでした。聞いて、え、だって私もこの顔が、顔が。アスピスが、え、ほんまに言うだろお前。え、だってほんまに、え、ほんまに私何も聞いてませんでした。とりあえず、じゃあもう、じゃあ他のとこ、まあ、言うのはね、はい、いけると思うんですよ。はい、まあこれを、まあアムルモモカに関しては言えなかったんですが、はい、漢字で、はい、書けるのかどうか。余裕っす、はい。え、新潟って言うでしょ。いや、言わないです。あ、言わないですか。じゃあ中国地方、え、はい、の都道府県を書いてください。はい、あ、これは見せちゃダメですね、うん、見せないようにね、書いてください。ええ、さあ、ちなみにですが、あのですね、アムルちゃん、モモカちゃんに関しては四国に鳥取が入ったり、ね、島に入ってきたりしてですね、まあ日本国内がちょっとおかしなことに、ただなってるんですがね、多分北海道ぐらいしかわからないんじゃないですかね、彼女たち。そういうことですかね。関西地方ですら危ういですから。アムルちゃんに47都道府県を書いてくれって言ったら、北海道、青森、秋田、岩手、こう順番に来て、次急に大阪って来て、はい、え、急に関西出してくるのみたいな。何があったっけ。さあ、ちなみに中国地方は、はい、何個ですか。5個かな。え、中国ですか。四国じゃないんですか。中国ですよ。あれ、四国書いてる。え、何個かだけ教えてもらったら書ける。5個。どこ？5個かな。え、めっちゃ四国の切りおった。ここです。いけますよ、私いけますよ、絶対いけるよ。そしてね、ジョイバルさんがね、縄文時代なんてハイにしたらビビたるもんだろう。そうですね、そうですね、確かに縄文だって、縄文時代とか弥生時代から現代でしょ。まあそうですね、うん、相当多い。まあなんか地理、もうなんかね、最悪もうアムルちゃんとモモカちゃんとかにしかね勉強教えてないんでアホすぎるんで、はい、あの何があるっけ、テスト全部あの47都道府県全部書いたら満点にしようと思ったんですけど、それは全員満点になりそうだなと思って。そうですね、私満点になりますね。まあちなみにですね、もし15名全員が100点を取った場合は、はい、僕が全員に焼肉を奢ると。それは無理って分かってるから言ってるんですよね。もうユニバでも何でも貸し切ってやると。もうそれは無理って思ってるから言ってる、ね、東京ディズニーランドでもいいよ。あ、もう喋ったら分からへんねんって。おっと、ブラックアスペースがもう喋ったら分からへん。待って、
と一個何でもいいから書きたい。あ、分かった分かった、分からへんほんまに。あれなんだな、あの頭いいからなっていうね、前評判があったんですよ。ちゃうんですよ、あの社会が苦手なんですよ。見せてください、社会苦手なんですよ。名前書いてないやつ見せてください。あともう一個なんかなんか書きたいねん。兵庫より左やん。あー、兵庫県だから、うん、兵庫の隣はこれなんですよ。ちょっと待って、ちょっと待って待って、あの日本列島の形が分からない。え、そのちゃうわ、中国地方のこれやわ、隣4つ分かるんですよ。でも形が分からへん。できた、形が分かったら分かる。形教えて、お願い形。それは分かる。え、4つ5個ですよね。5つです。白地図見せてください。白地図見ちゃった。白地図でも間違ってた、今の人間違ってた、間違ってた、うん、白地図、白地図は見せません。白地図、白地図って何。さあ、あと10秒。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。出ない、マジで出ない。え、だってさ、こうあるやん。こうあって、こうがあったり、音、あれなの、衝撃を受けてる。午後かけて余裕のままやと気づいてしまいましたか、春菜々、あなたの。まず、まず春菜々、ほら、ここが出てこないんです。回答、あちらのカメラにまず春菜々が、ここが出てこない。せーの、バン、トリトリ。え、ちゃいます。トリトリ、トリトリ、トリ違います。あ、そうや、もう思いついた。トリトリ、山口、福岡、石川、急に。石川、なんかなかった。北陸か。石川は、なんかあの変な形の、こんな、そして岡山、の形を覚えてるの。5問中、正解2問ということで。え、え、嘘やん、3問ぐらい。ほら。え、何個ですか。鳥と鳥の逆。鳥に取る、鳥を取る。だってさ、鳥じゃないんですか。鳥を取るから鳥取なんです。そして福岡はね、あの山口からあの下関トンネルを通っていきます。福岡は九州にあります。九州か、うん、惜しい。全然近い。ちなみに石川も関西もまたぎますからね。そうですね、ちゃうんですか。うん、ちゃうんですよ。アシュピシュ惜しかったな。じゃあ、アスカちゃん、ババン、山口県、あちらのカメラに。あら、山口県が思い浮かばなかったんです。山口県民の皆さん、すみません。広島、山口ね。山口県民の皆さん、すいません。山口、本州の一番端っこですから。そうです。じゃあ、アスカちゃんの方が今のところ頭いいっていう。そうですよ。え、何個、何個？あと一つです。あと山口です。だから、アスカちゃんは5問中4問正解。社会が苦手なの。あなたは5問中2問正解という。え、私、でも、バカじゃないから。まあ、これを見た限りでは、皆さんはそうは信じないでしょう。うん。うせやん。次の問題行きましょう。ビックリンリンやわ。まあ、これはね、もう多分もう皆さんに簡単だと思います、はい、もうこれを答えてくれないと困る、はい、関西地方、はい、書いてください、はい、よっしゃ。前もやらなかったですか。ん、前もやったんですよ。やった、あの一緒にあのアイドルブックでなんかやりましたね。誰と喋ってるんですか。やったから、うん、多分書けます。書けるね、余裕やね。え、あ、てっちゃんさんがちょいわらさん答え言ったらダメ。ほんならその上でキッヒーさんが答えを言っちゃうっていう。皆さん答えはなしでお願いしますよ。さっき、キッヒーさんでは間違ってるんですか。え、あ、兵庫入ってる。絶対わざとや、それ。福井とみ、危ない。ちょいわらさん、バカ野郎。え、何個ですか。何個ですか。関西ですよね。関西ですよ。関西、近畿ではない、関西。え、なん、どういうこと。2府4県。24個 ?24 個じゃねえ。え、何やねん。え、まだ豊臣秀吉おんのか。え、だって、え、ん、2府、あ、そういうことね。4件4個、もうこれもだいぶヒントですからね、2府4件。4個もあるかな。4個もあります。おっと、え、あ、もう余裕、はい、OK。 え、待って待って、ちょっと待って。うん、え、合ってる。いや、こんな言わない、言わない。合ってます、これ漢字。あなたのんきにあの間にハート書いてるけど、そんなの書かんでええから。え、漢字合ってる。いや、誰に聞いてんの。待って、こっちダメやったらこっちじゃないよ。4、あと2個ファイトだよ。え、待って待って待って、え、待って、この子って、
この子は、この子は、子は待って漢字わからへんわ。待って、この子は。それはなんていう感じですか。ちょっと待って、わからへん。待って、頑張ってください。あのね、この子はどんな感じかせ読みがないかいでも。あともう一個、あともう一個。待って、待って、あとな、なに、なに、なに書いてないっけ、花。さあ、あと10秒です。10 9 8 7 6、名前かわからん。5 4 3 2 1。ブー、はーい、花さんかわいい。はい、じゃあまあ、あすかちゃんから見せようか。はい、のね、はい、ババン。大阪、京都、兵庫、え、こんなの滋賀、三重、和歌山。え、なになになに、あ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 、関西ではありません。私の努力。あなたはもうダメ。私の努力。バン。バン。兵庫、大阪。坂の字が違う。坂ちゃうかって、うっせぇよ、坂分かってる。昔の坂の字、ね。そうなんです。で、京都、和歌山、ね、これなんです。これなんです。で、最後、最後がね、琵琶湖のあるとこ。琵琶湖のあるとこって何でしたっけ。滋賀です。滋賀です。滋賀県か、ごめんなさい、琵琶湖の人。いや、滋賀やん。ええ、これは合ってます。合ってます。これは合ってた。和歌山は合ってます。だから2人ともあの、三重と奈良が入れ替わってしまったと思う。ケアレスミスってやつです。ケアレットミスです。だから、ももかちゃんが結局プンプン丸ってわけです。あ、そういうことですね。ケアレスミチュー。ももかさん、ごめんなさい。え、何、ケアレスミシュ。ケアレスミシュ。だから2人とも奈良が抜けてます。あ、奈良の方、ももかさんですよ。ももかさん、ももかちゃん、ごめん、プン変えちゃった代わりに。そうだね、プンちゃんが入ってきたよ、急に。プン、プンさんどこなんですか。三重です。あ、あ、言ってた。兵庫やからな、兵庫はな、一瞬でわかんねん。そうな、自分のとこわからん、どんなことなに。あ、おかじいさんが、アスピス、奈良忘れたら寂しいって言ってます。あ、ほんまや、鹿や。そして、ちょいわるさんが、二人とも俺の敵ね、奈良県民って言ってます。ごめんなさい。さんまで奈良県民。これは痛恨。違うんですよ、2府4県って言わなかったら三重もね、書いてたんですよ。そう、近畿やからね。だから2府4県って言われたら三重って先に出てきちゃって、じゃあもうこれでいいじゃねってなったんですよ。で、2府4県やけど、あ、ま、2府4県って言われなかったら、あ、奈良もあるって言って奈良書いてたんですよ。で、その後にゆうとさんが2府4県って言ってくれたら、あ、ちゃうやん、三重ちゃうやんって消してたんですよ。言い訳ピスやで。悟されてしまった。ケアレスミスってやつです。ケアレスミスやな、はい、ケアレスミスは一番声でかかったもんね。ミスしちゃった。多分今までアイドルブックやってきた中で一番声でかかったもん。誰よりも。普段静かやのに。多分あのゆのちゃんよりも声でかかった。違う、あの違う、違う、違う大きさですよね。元気っぽ、あの超音波みたいな発してしまった。なあ、すごい。ああ、奈良がピョンってきてんな。奈良がトンってきてる。奈良、ごめんなさい。奈良ってなった。まさかね、三重が、まあ、奈良か。ああ、もういいとこ見せる気満々やったのに。肉フェスのね、肉フェスが出てきたんかな。そうですね、肉フェス。よく行かせてもらってるんでね。行かせてもらってるんでね。簡単。じゃあ、行きます。はい。四国。四国？漢字で4つ。もう4です。四国は4つなんでね。さっきアスピスが言ってたから。言ってたから、もう。これはもう間違え、余裕です。アスピス、さっきね、間違えて、中国かけって言われた時に四国を考えてたんですよ。自分の回答で笑ってますけどね。ね、ほんまに分からへんねんけど。え、待って、ほんまに。気になったじゃないですか。さっきアスカちゃんが言ってたのは正解だったはずですけどね。はい。待って、ほんまに。そうですよ。なんか、あのね、うん、他のなんか、まあ、なんかどっかの県が出てくる、来ないんですよ、まず。あの、どういうことですか？全国の、なんか北海道とか絶対ちゃうやん。違いますよね。なんか関西が滋賀も入った岐阜4県なんですよ。で、近畿が福井とか三重まで入ってるんですね、近畿地方は。まさかの福井まで近畿です。四国って4つでしょうね。4つですよね。4つでしょうね、何それ。安倍さんに言ってるんですか、それ。
日本の四国やつでしょうね。はい、間違ってるとは言わせないよ。もうケアレスミスなくします。オッケー。え、待って待って、はい、え、待って、え、あ、うんうん、違うからへん。あ、でちゃんさんが、春菜頑張りにいってくださいよ。頑張りにいって頑張りに険しい顔で応援してます。もう一個、もう一個、もう一個、なんか、なんか、なんやでね、もう一個明夫さんがね、このままだとお化け屋敷だねって言ってます。え、待って、もう一個、もう一個、なんか、もう一個欲しい。何が欲しい。四国はすでに存在してるから。4個やろ。え、4個やですよね、うん、4個や。これが、え、なんか、あの、なんかヒントください。じゃあ、てっちゃんさん、どうぞ。え、これ、これこうですよね。まあ、まず、はるなちゃんが何個、何を書いてるのか分からない。え、でも、合ってます、これは。ヒントの出しようがないんですよね、まず。そっか、うん、なんか、ヒントはダメですよ。なんか、なんかヒントは、カツオ。カツオ、あ、カツオが有名な方。県ですけどね。カツオさん、カツオ、サザエさんになってしまいますね。カツオくん、サザエさんになってしまいますけども。頑張れ頑張れ。カツオ、あ、アーマウドリー、青森？違います。みかん。うまいわ。お、うまいわ。合ってる？どう？多分これやと思います。さあ、じゃあアスピスからいきましょうか。はい、余裕のよっちゃん、バーン。香川徳島愛媛高知パーフェクトです。イエーイ。アスピス様いいんですよ。おし、はい、はるなちゃん、バンじゃん。香川、え、広島、高知。ちょっと、漢字はもう許してください。広島じゃなかった、何やったっけ。広島、さっき中国地方であなた変えてましたよね。そう。え、広島が領土を四国にも広げたんですか。徳島です。徳島さん。そうですよ、徳島さん、覚えます。覚えてください。覚えました、ごめんなさい。しかも愛媛の感じが、愛媛はちょっと難しかったかな。簡単ですけどね。愛媛は応援の縁が、あの、手編じゃなくて女編なんです。分からへんわ。漢字苦手。ちなみにアムルちゃんの姫はね、あの、お姫様のお姫を書いてましたね。あ、かわいい、お姫様、うん、なるほど。あら、あら、え、ちょっと、あの、剣じゃないのがいいです。県じゃないのがいい。県庁所在地？歴史上の人物行く？え、県庁所在地じゃないですか？歴史上の人物行くか？県庁所在地。世界史ですか？世界史は私まだ習ってないです。え？世界史は2年生から、高2からです。中学校の時ってやってなかったっけ？中学は縄文時代とかしかやってない。どっか、多分日本の歴史しかやってへん。中国は縄文、弥生みたいな感じ。じゃあめちゃめちゃ簡単な問題になるね。はい、OK。 しっかり、うん、お願いします。織田信長、はい、俺はほんまに織田信長の問題出そうとしてへんけど。エスパーですかね。あの、まあ、簡単って言ったら織田信長ですよ ね、魔法少女なんで分かっちゃうんですよ。そうなんですよ、ね、分かっちゃうんです。じゃあ徳川家最後の将軍、十五代目将軍の名前を。何それ、分かりそうやわ。普通にできる。書きなさい。めっちゃどうやって。名字が合ってればいいですか。あかんわ。名字が合ってれば。え、一番有名な人ですか。一番有名な人が初めての人じゃない。だから、多分。いやでもね、結構有名は有名ですよ。そうやん。はい。え、家か、家かやす、どっちがつく。いや、どっちもつかない。どっちもつかない。はぁ、私一回言ってるですね、アナイドルって。そうやん。簡単じゃないじゃないですか、織田信長から。いや、織田信長のやろうとしたら、はるなちゃんがお手伝い。はるなちゃん。今風の名前かもしれない。あ、確かにそうですね。言っていますよ。あ、言いやすいくらい。そうそう、家光。私、家光かなと思ったんですよ。もうやっ、ちちゃう？ねえ、こんなんじゃない？ね、誰やねん、それ。え、ちゃいます？私、自信めっちゃあんねんけど。自信めっちゃあんねんけど。上に立てつく、お前銀行員やんけ、それ。めっちゃ今っぽいですよね。え、これやと思っちゃうねんな、ほんじゃ。いや、それ半沢直樹やからさ。いや、あのね、これ出
絶対正解やと思ったんですよ。徳川直樹。ほんまに、マジ今風。今風めっちゃ今です。え、ノブ違う、うん、え、これじゃないと思う。これじゃない。ですよね。ノブも違うからね。え、ちゃうんですか。モチノブ。いや、ちゃうよ。君の、あなたの感じが違うんだよっていう。なんでですか。あ、これしかないでしょ。いや、そんなことはないよ。これミニちゃんの顔が今ね、ちょっとアップで映っちゃってましたけどね。なにで、宮川さん、ミニちゃんの横顔、かわゆってかわゆしてて、なんでそんな難しい問題出すんですか。私、そんな問題テストに出たことないもん。いや、多分ありますよね。最後の将軍なんかな。やったーって、縄文史の話ですよ。待って、待って、待って。私これ書いてた。あなた正信って書いてたから。いや違います、決してやっぱりよしやと思ったんですよ。ですやっぱりよしや漢字がでもね、これはあかんよミニちゃん、あかんよミニちゃん。なんでこんな頭いいんですか、この子同い年やのに。いやあなたなんで頭ノブがそのノブじゃないです。あ、ケーキ、え、ケーキです。そうケーキ、ケーキ、ケーキ、チーズ。いや、この二人の頭の中で多分チョコレートケーキとか出てくる今。モンブランとかが頭の中で。チーズケーキみたいな。え、なんか聞いたことある、そのケーキっていうの。あ、これ。え全然違います。ケーキです。ケーキって何ですか。ケーキっていう、まあ、今の。絶対違う。ケーキケーキ、ケーキ、ケーキ、ああ、出てくる、出てくる。あ、あの字、これまあね、まあこれちゃう。まあやっぱ頭良かったらね、慶応大学とかね、行っちゃうんですかね。あそんなんかけるわけないやん。まあ、やっぱりね、はい、みんな問題に正解して喜んだりとかするんですかね。あーあー分かったー。喜ぶ。え、だって私割と漢字強いんですよ。キモない。アルナちゃんが壊滅的や。なんでこのヒントがしわからへんねん。え、待って喜ぶってこっちですか。違います。すごい字、韓国の字みたい、ね、なんか勝手になんかルートみたいな書いてる。喜ぶっていう字がルートの中に入ってるんですけど、閉じ込められてしまったんですよ。違いますよ、これまだれって言うんですよ。え、これつかないの。え、これいらないんですか。いや、つかないです。あれ喜ぶだけかける。え、2位なんかつくんですか。え、なんかつくんですか。なんつかない、つかない、つかない、つかないって、そのままですよね。あ、もうアスカちゃんとりあえず出しとこうか。はいはい、ババーン、徳川ケーキ、ケーキ、ね、しげうれ合ってる。やったー、やったー。これこれしげうれ、徳川しげ、ちゃん、すごい、え、名前が渋すぎるやん。徳川よしのぶでございます。徳川茂樹。なんか演歌歌ってそうですね。こっち合ってるって言ったんですよ。言うてへん、言うてないです。言うてへん、誰も言うてへん。言ったのに。言うてへん、誰も言ってへん。誰も言ってへん。でも僕はあ、そう、こっち一件、これと合わせた。あ、これで一つで、ね、正解。違います。だから、あの、合わせたんですよ、一個に二つの文字を。天才って言われてオッケー、これでも正解。違います。15代目将軍に失礼ですから。あ、強そうやのに。覚えた。覚えた。あ、そういうことか、2つ合わせてってことですね。はい、覚えた。え、だからその一文字でケーキって読むかなと思って、うん、なんかお経みたいな、お経お経みたいな感じの漢字なんかなと思ったんですよ。春菜さんって春菜ちゃん、あれか、まさかお化け屋敷。お化け屋敷は行きたくないんで。春菜さんってどうやって大学入ったんですか。え、うわ、失礼なこと言いた。違うんです、私もね、大学行き
ですよ。今まで溜まってたんですかね、選抜上の人らに。ここやと思う。私よりは頭いいと思うんですよ。勉強しました。私よりは頭いいと思うんですよ。でもどうやって勉強したら大学入れるのかなと思って。なるほどね。多分あの私の勉強できる場所と春菜さんの勉強できる場所はくっきり分かれてるんですよ。ほう。春菜さんはもっと難しいことはできると思うんですよ。でも大学入るのはできるんですよ。誰でも。そうなんですかね。言ってしまった。入れるんですか。お金があったら入れる。お金があったら入れると言ってしまった。怖い。私よりブラックかもしれない。まあそれちょっと校長先生とね、家族揃って密談する必要があったり。そうなんじゃないです。骨ですか。え、あんなん、あの、あれですよ、頑張ったら入れるんですよ、誰でも。国公立とかではなく、はい、私学やったら。そうです。あの、ちょっと女子校、アスピス公立高校入んの、めっちゃ苦労しましたよ。そうやね、だからそれのおめでとう。もっと苦労するバージョンが大学ってことやね。はい、カンカン通りする、ね、苦労しますしましょう。分かるかね。苦労しなきゃ入れないんだよ、大学。だから頻度で出た慶応大学なんていうのは相当むずい。まあそれは知ってますよ。ね、うん、卒業する。でもヒントね、僕慶応大学とか言うたら、あすかちゃんはピンと来て、うわーわー、分かる分かるって書いてたんですけど、ずっとしげ、しげ、しげ、しげ。じゃあ、分かるやつと分かんないやつの差が多分激しいんで、分かるやつを出していただけたら。あれなんですよ、ね、難しいとこができるんですよ。そう、なんか逆に簡単なやつができないんですよ。簡単なやつができない。だから逆に高校生の問題とかの方ができるかもしれない。あ、逆にね。はい、だから因数分解とかそっちのもっと応用された方が、おお、はい、いける。はい。因数分解ね。これはもうそんな難易度が高い問題でもないけど、名前書くだけやからね、うん、次の問題いきましょう。はい、次の問題どうしようかな。春菜ができるやつでお願いします。いいからな。じゃあ徳川慶喜つながり、歴史の人物にしようか。歴史のあのあれです。ん、あの出来事の方が得意です。私出来事が得意。鎌倉幕府みたいなやつ、いい国作ろうみたいな、いい箱なんですよね、あれ実は。そうそう、いい国ではなくみたいなね、実は歴史が違ってたと。はい、じゃあね、よく徳川慶喜つながりで、はい、徳川慶喜が、はい、徳川幕府として政権を維持することは不可能と見て、朝廷に政権を返還したことを何と言うんですよ。あ、漢字が分からない。分かるんですよ、私それ。何と言うでしょう。ひらがなでも OK ですか。ダメですね。分かった。ヒント、返す。あ、これですか。待って、これですか。違います。何が不服申し立てやん。めっちゃあるの。むしろ返してねんから。あなた見てない。見てない。なんかこんな感じじゃなかったですか。違います。違います。どこが違います。あ、これは合ってます。違います。え、じゃ返すって言っただけですか。返すって言ったよ。いや、さっきの漢字のヒントは出してないよ。はえ、ふんふんふんですか。まあそんな感じやね。多分それやね。ふんふんふん。割と頭いいやん、私。字がわからない。ちょっとコメントにね、答えが出ちゃってるんで。冠婚葬祭。何が冠婚葬祭よ。ちゃいますよね、それ。服を選びに行くんかい。あ、ほんほん。あ、お、来た。おー、来た。字がでかすぎて、バトル3文字書けない。待って、漢字わからん。でも出た。だってどっちやろ。多分これ、ふん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 やもん。これは、うん、大きかった。これこっちかな、やっぱこっちですよね。さあ、どうかな。私の答えと違う。え、私の答えと違う、どうしよう。これ絶対違うと思う。ちょっとやめてください。私も違う気がする。え、じゃあこれ合ってますよね。ちゃうんですか、もう何ですか。え、これは合ってるの。え、ふん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 ですよね。漢字覚え、ふんふんふん、合ってる合ってる。え、合ってる。あ、漢字はちょっとふんふんの2個目のふんがちょっと厳しいんですよね。え、これじゃないんですか。まあそうなんですよ。あの、普通の本ですか。
普通に考えたら出てくる糞ですか。えぇ、オッケーオッケーじゃあ大丈夫。え、マジですか。あと2文字では難しい。あ、ほらこれ合ってる、絶対合ってる。え、返す、返すっていうものを難しい。あ、私ちゃう、返す、どこに返すっていう感じが入るんですか。ふんふん、あ、ふんふん、こう、え、違います、そんな簡単なやつ出てくるわけねえだろ。あ、あ、これ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 、お、お、さあ、巻き返りました。いきますよ、10、9、8、7、難しい感じなんでしょ。5、4、3、2、1、ブーン。はい、じゃあアスピス、あちらのカメラにどうぞ。ババン、参勤返還。だってさ、参勤交代やと思ったんです私は。なんだ、その感じかける、頑張ったらかける方が。それはね、あの12個前、吉野部の12個前にやってるやん、参勤交代。家光がやっちゃってるやん、それは参勤交代は。で、そしたらなんか残りの2文字難しいって言うから、交代絶対むずないやんって思って。はい、じゃあ惜しい。体勢法、うん、これは何ですか、あの首吊りのやつですか、これは。ちょっとやばいやつですか、これは。やっぱこの、このなんかまだれってやつが出てくるかなと思ったんですよ。吉野部屋からまだれが出てくるって、そうね。そんなわけでは、そんなわけでは、うん、アスピスの感、うん、いや、アスピスはもう完全に間違いです。え、参勤交代ではなく、大政奉還ですから。そう、奉還の官は、うん、これやろ。え、違うの、ね、惜しいな。え、書かれへんかったわ。あ、まあいいや、次の問題行きましょう。はい、次の問題、次の問題に行きたいところですが、えぇ、時間がどうか。もっと勉強したい。あの10分になってしまいました。私勉強するためだけにポップ来たんですよ今日。ほんまにそうなんですよ。え、しかし、ね、これテストでデスソーソーソー。はい、ほんまはね、部活あったんですよ。デスソーソーソー。私部活あったんですよ。ねえねえねえ、部活あったけど、ね、ごめんって言ってこっち来たんですよ。これテストにデスしてます。デシュ出れます、出ます。まあ勉強してればね。あ、じゃあこれかけます。さあ、ということで時間がよろしくなってきましたので、告知の方に行っていただきたいと思います。はい、アスピスどうぞ。はい、11月、まずこれから言ってもいいですか、1日から言ってもいいですか。はい、全然いいよ。はい、11月1日にですね、ピグフォースラン…フォースワンマンライブがございます。はい、こちら50人集客ミッションとですね、メンバー一人一人に、ノルマがございまして、そのノルマが達成できなかったメンバーは、選抜メンバーだったら研究生に降格かな、1個下の階級に降格っていうことになります。はい、まだ達成していません、私とか他のメンバーも達成できてない人たくさんいまして、うん、みんながね、降格してほしくないし、私も降格してほしししたくないんで、皆さんご協力よろしくお願いします。お願いします。お願いします。そして、翌日11月2日にですね、月曜日なんですけど、うん、有能フェスというところに、大きなイベントにですね、出演させて、ピグ出演させていただくことになりました。イエーイ、イエーイ。めっちゃ、そのね、聞いてめっちゃびっくりして、でね、平日なんですよ。平日やから見に来れる方少ないかもしれないんですけど、うん、で私もね、偶然学校がお休みっていうすごい幸運に恵まれまして、はい、やからね、私も行けるんですよ。だから皆さんもよかったら、お時間ありましたら東京まで一緒についてきてください。よろしくお願いします。はい、はい、そしてですね、ごめんなさい、ちょっと一つ飛ばしました。で、11月1日のフォースワンマンワンマンライブにですね、何枚目やろ、6、7、8枚目のシングル、バイバイハニーが発売されます。イエイイエイ。こち
ちら、視聴動画っていうんですか、試しテスターが、YouTube に流されてます。これ ね、まだ言えないんですけど、はい、まあ、アスピスの声がちょっとよく聞こえるかなみたいな、アスピスの声がちょっとよく聞こえるんですよ。まあいろいろありまして、やからまあまあいろいろありまして、違うんですよ、ちょっと、うん、あのね、嬉しいことがあって聞こえるんですよ。まあやからそれはちょっと楽しみにしててください。詳しくは言わないですけどね、楽しみにしててください。よろしくお願いします。イエーイ、書きました。 ありがとうございます。イエーイ。ハニーって、ハニーはね、ハニーはこうやって書くんです。こうやって書くんです。まあ、あのこれです、ハニーは。はい、いや、僕もね、聞いたんですけど、バイバーハニー、はい、乗りやすいですね。めっちゃ好き、うん、そうですか。ちょっとね、切ない歌なんですけどね、好きです。でもコールしやすかったですよね。そうですね、あ、聞いたんですか。え、みんな聞いたんですか。程よいスピード感みたいな。あ、でもそれは私隠さなくてよかったんじゃないですか。え、あの、え、いや、でもあの僕らもそのちょっとだけね、聞いただけでね、それだけ聞かせてもらったんで、まあ、これだったら盛り上がれるんじゃないかなっていう。ちょっとスローテンポでね、うん、まあコールもやりやすいんじゃないかななんて思っております。はい、思っております、思っております。さあ、もう告知は大丈夫ですか。あ、はい、あと幕開けがね。あ、そうですね、幕開け、今日ですね、本日より、ピグの、未音源化楽曲3曲、はい、イリュージョン、イリュージョン、前向きじっとぼっち、ストロングラバーズの、CD 化をするための、うん、クラウドファウンティング幕開けというのが始まります。おい、始まりました、始まりました、こちらはですね、クラウドファンディング、まあ、いわゆる募金というものなんですけれども、うん、私たちがちょっといろいろ事情があって、レコーディングその3曲は2回やったんですよね。はい、やったん、はい、やったけど、はい、音源、結局 CD 化できなくて。はい、そうなんです。で、はい、それで、金銭的にも大変だなんということなんですね。まあ、皆さんもそんなに金銭的に余裕があるかどうかは分からないから、すいませんなこと言うな。なんで失礼なこと言うんや。違いますよ、趣味にもっとピグよりも趣味にお金をかけたいんだとか。いや、分かるよ、分からないけど、アスピスの言い方やとお前ら金ねえだろっていうね。違う、うん、みんな理由にも捉えられちゃうから、だから、ピグばっかりにお金もかけれないし、募金するって言われてもそんなしたくないしとかあるかもしれないんで、気がもうちょっとももかちゃんみたいなあるかもしれないんで、本当にできる限りで、ほんまにあの無理しなくていいですし、ほんまに少しだけでもいいんで、ご協力よろしくお願いします。よろしくお願いします。でもコメントで幕開けプロジェクト検索したけど見当たらない。あ、私もそうなんですよ、実は。さっきはまだだったけどチェックしなきゃって URL ください。URL がね、見つからないんですよ。見つからない、これはちょっと上のトップの方、はい、トップの方にやっていただくと思うので、はい、少々お待ちください、ませ、少々お待ちくださいませ。でね、しきじかさんがチケットのご予約はアスピスでご予約ご協力お願いします。ありがとうございます。アスピスだけじゃなくて、みんな春菜もお願いします。自分の推しちゃんでいいんで、春菜自分の推しちゃんでいいけどね、合格したくないですもんね。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、さあ、まあね、ピグワンマン、そしてボディリックスといろいろとね、はい、ありますが、はい、11月末には期末テストもございますので、毎週出る、私毎週出る、毎週出る、アイドルブック、アムルちゃんとアスカちゃんしか出えへんみたいなけど、ああ大丈夫、うん、毎週出たい。で、ももかちゃんもなんで私出えへんのみたいなのあるけど、え、2人ずつなんですか。いや、3人出てもいいとは思うんですけど、ね、じゃあもうずっと胸キュンでやりましょう。そんなこと許されんの。そんなこと許されちゃうの。そう、胸キュン好きな人には得かもしれんけどね。ね、胸キュン得、うん、胸キュン得。まあでも確かに頭悪い子って言ったら胸キュン3人なので、多分3人が少なからずただ出演すると思います。はい、ね、春菜ちゃんもね、まあ余裕ぶっこいてないで頑張りましょう、一緒に。今日見た感じですとなかなか頑張りにします。やばいので、うん、あの全部間違えたんじゃん、どっかケーキ覚えた、私ね、もうで完璧やな。多分春菜ちゃんはケーキ覚えてないので。覚え。徳川覚えました。多分ね。そういう多分合体しちゃったりするか。織田信長とか書いてあると思う。多分安室ちゃんは平野清盛って書くでしょうけど。さあ、ということで、
最後に締めていただきたいと思いますが、じゃあ春菜ちゃん久々やし締めようか。あなたのアイドロイドをピグで春菜ちゃん締めてください。はい、いきますよ。以上私たち、以上私たち、あなたのアイドロイドピグ、ありがとうございました。皆さんご視聴ありがとうございました。バイバーイ。ありがとうございました。帰るのも早いですよ。忙しいな。トイレですか？